アロハ毎日サンダルです。では今日はですね、インタマの駐車場にあるフイでちょっとお出かけしたいと思います。行きましょう。アラモアナのウォルマートの横に来てます。もともとリケリケドライブインとかがあったとこですね。で最近ちょっとハワイ在住住んでて困ったことが、卵 TKG ワイマナのエッグが全然今手に入らなくて、生で食べれる卵を探してるった時に、ここのバンチャンハウスっていうところで卵が安く売ってるっていうことなんで、ちょっと見てみたいと思います。さあ続いては前回カカアコ一人散歩の時にスルーしてしまったこの金目焼き、金目鯛の金目かな、鯛焼きだけど金目鯛みたいなこと。2個9ドルでかいのかな、4個で16ドルだって。でもソフトシェーブアイスクリームとかワッフルとかあるね。ソフトサーブか、なんかコリアン系の多分フードとかもありそうだね。はい、行ってみましょう。何個買う？ジブワンカスタードフィッシュポテト、ヌテラ、チェダーチーズ。フレットビーン。私どうしようかな。あ、でもスイートポテトハニーもなんか行ってみようかな。じゃあこれとレッドビーンズ。はい、じゃあたい焼きができる間にちょっと斜め前にあるバッカンチーノ、ボッコンチーノに来てみました。はじゃあもう前回僕もここスルー、ここもスルーしてて今初めて入ったけど、オークサンダル大興奮。超良かった。しかもこれあれじゃん、今度行くビールのここか。いやここいいね。あの花子はでお昼ぐらいから飲みながら、で例えばホールフーズの買い物帰りとかにさ、ここでねマルゲリータとか中に釜があって、ねイタリアのお菓子とか、モッツァレラチーズ屋さんのマルゲリータとか絶対美味しいよ、ね。そうだね。いやちょっとまた来たいね。この本当パタゴニアもそこにあるから、ホールフーズパタゴニア。お来てる間にこの辺をねぐるぐるっと回るのもありかもしんないです。ここなんじゃない。はい、ということでリリオカラニボタニガルガーデンにちょっと来ております。なんか川、そうだね、小川が流れて、え、あ、そっかそっか、橋があるもんね。でまあここ真横があのホノルル総領事館ですね、日本国総領事館で、まあちょっとそこに今日用事があって来たんですけども、まあまだお昼休みなのでちょっとここでさっき買った金目焼きも食べながら、じゃあ僕も初めて来たんでどんな感じなのかなと思って、まあ本当に閑静な住宅街の中にある公園でも、しかも結構がっつり水が流れてるね。なんか音がいいね。そうだね、まあ、確かにここ最近雨が多かったりとか、まあ今も山側の方は結構がっつり雲がかかってて、多分雨は降ってるから。何？マングース？もうマングースでは驚かないよ。ハワイ島で嫌というほど見たからね。でもなんかこれ川で分断されてるのかな、こっち側と向こう側と。反対側に行くには向こうのなんか駐車場を使わなきゃいけないのかな。小さいのかなと思ったら奥行きのある。そうだね、縦長だね。やばい、どっか日陰で座れる場所を探しましょう。
すごいね、なんか、うん、本当にワイキキとかあの辺のアラモアのなカカアコの高層ビル群から離れて森に囲まれてる感じ、うん、ね。橋も見つけました。え、向こう側に渡れんだよな。なんかすぐ隣はなんかマンションみたいな感じだからすげえ生活感丸出したけど、もうね、もう5月に入ってきてお花も咲く頃ですね。お花のシーズンにもなってくるんで、こういうボタニカルガーデンとかもねいいかもしれません。なかなか観光で来てたらこの辺に来ることはないかもしれないですけど、まあダウンタウンの場所はダウンタウンのちょっと山側、ね、はい、あのまあヌーアヌバレーと呼ばれる地域ですね。まあもともと王族の保養地があったりとか、やっぱ移民の人たちが多くて、周辺にはもちろん領事館もあれば、日本の領事館もあれば、結構お寺系のねもあるよ ね、うんうん、うね、もう多いそういうエリアになっています。まあ領事館なんかね、多分観光で来てる人はパスポートなくしましたとかあ、そうはね、あまりいいことでは訪れないでしょうけども、この辺あとは何だろう、何リリハベーカリーの1号店があったりとかかな、いうエリアなので、なんかすごい、なんかオアフじゃない感じがするよね。うん、なんかいいね、最高の。なんかこう川の水のせせらぎどころじゃないけど豪音だけどザワッと音を聞きながら。じゃあちょっと僕はレッドビーンあんこですね。ちゃんと金目鯛だからさ、目が大きいんだよね。ね、普通日本のたい焼きとは違う感じですね。移動中に食べちゃったけどちゃんと羽がついてたね。そうやね。いただきます。うん、なんかもちもち、ね、たい焼き生地のっぽい感じじゃないんだよね。ちょっともちもちしてる感じの。そうだね、なんかお餅に近いから、ね、単純に小麦粉とかじゃなくてそのもち粉なのか、それか、うん、多分白玉粉かタピオカだっけ、ね、タピオカ粉、そうだね。うんうん、おいしい。で、スイートポテト&ハニー、美味しそうだね。食べちゃっていい？うん、美味しい美味しい。なるほどね、うん、なんかその沖縄のスイートポテトパイみたいな、うんうん、ほらね、まあ、焼き紅芋パイ、そうだね、紅芋パイパー、そうそうそう、焼き芋の甘さみたいな、うんうん、うん、ただなんか値段多分上からシールが貼ってあったから、うん、多分値上げしたね、あれ、うん、2個で9ドル4個で16ドルでした、うんうん、ね、韓国人のおばちゃんが一人で主にのデザート屋さんみたいな感じだったね、うんうん、おまはい、じゃあもう少しで領事館が開くまで待ちましょう。はい、ということで、うん、ちょっと僕のパスポートの更新があったので、日本国総領事館に来ました。ここね、はい、こんな感じの本当にさっきのリリオカナニガーデン、ボタニカルガーデンの真裏のところにありますね。いやー、まあでもすんなりいったね。ちゃんと申請書いて、ね、は
はい、ちゃんとできました。また1週間後に取りに来たいと思います。まあなんで、まあ、僕らはね住んでるからそういうので使うけど、まあ、もし旅行でパスポートなくしたりしたらまたここにねその旅行者の方も来ないといけないことになるとは思いますが、まあ、来ない方がいいよね。在留届の写しとか、あ、まあ、そういうのでね買いに来たり、まあ、あくまでもね僕らも日本国民なんでねいろいろお世話になります。はい、はい、じゃあ戻りましょうか。はい、はい、すっかり夕方も、はい、日が暮れてしまいましたね。まあ、今日も残念ながらちょっと雲でサンセットは見れませんでしたが、ちょうど今夜7時でございます。はい、今日はね一日朝からただ多分日本撮りになってると思います今日は朝から鳴るに行ってご飯食べて、朝ごはん食べて、でその後どこ行ったっけ、あれだ、あのたい焼き、金目焼き食べて、リリオカラニボタニカルガーデンでちょっとのんびりして、でパスポートの更新にね僕は行ってきました。で今はちょっとご飯を食べようと三つ葉の北海道ラーメンフェアに行ってきて、味噌バターコーンラーメンとなんかなんだっけスパイシー担々麺、はい、食べてきました。もう美味しかったね。そうだね、美味しかったです。で、まあ、今日はね久々にのんびりした何も予定のない休みだったので全部外食したね。朝昼晩全会食、まずいでもさ、まあ、お昼はねちょっとたい焼きだからさだけど、まあ、ちなみになんで総額今日一日全て外食した我々二人の外食費用はじゃん90ドルでございます。まあ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 まちゃんと仕事にお弁当作って自分で食べることでちゃんと言ってそうだね、日頃はね僕はまかないだし奥さんであるはお弁当持って行ってね家でご飯食べたり、まあ、会社で質素倹約に努めているのでねしてますよって、あのサンダル君のお母さんとかもしてないからそうだね、そうだね、毎日ねあの合流してるわけじゃないし、まあ、ちなみに今日もね3食外食したと言うても本当に軽く、ね、朝はサンドイッチとアサイ、お昼はたい焼きで夜はラーメンなんで、アルコールもね飲んでないからね、別にそんなに高いレストランに行ってないので、これが高いレストランに行けばさで2人で90ドルでは済まないじゃん。そうね、今のお休みですでっかいの、本当だ、いた、すごいね。はいということでね、はい、まあ、あんまりね観光には役立たないルートだったかもしれませんが今日はいやービーチも人多いね。いいね、まだまだみんな遊んでるね。ねーもう7時、寒いよ結構、結構涼しいけどずっと外にいるとさ気づかないんだよね。あーなるほどね。だってさなんかこうお店とかに入ってさ次の瞬間外見てるとさ暗ってなるんだよね。そうだね、もう暗いしね、結構なんか夜9時ぐらいでも僕職場の前を水着姿の人とかが歩いてるからそんな水着で今まで何してたっていう人たちはいるけどね。はい、ではゴールデンウィーク、はい、まあ、今日はね5月4日か、うん、4日の木曜日、はい、なのでまあもうね日本の方もそろそろ帰国にされるんじゃないかな、ね、今日明日明後日あたりで、はい、なのでまあちょっと動画を出す頃にはゴールデンウィークも終わってるかもしれませんが5月病に負けないでも皆さんゴールデンウィークはいかがでしたか。はい、いかがでしたか。いやもう僕らのゴールデンウィークは3週間ぐらいに終わってる前に終わってるからさ、日本で楽しみましたけども逆にね日本の方がハワイで楽しんでるっていうこともあったと思います。まあねちょっとねアメリカからの観光も落ち着き始めてるとは思うんだけどね、いろいろ銀行が破綻したりとかちょっと
あまりいいニュースはないけど、まあそれでも全然まだこんだけ人がいるハワイなんてね。日本からは次はお盆休みかな、お盆休みシルバーウィークで、ブラックフライデーとか、あとは年末年始と、まだまだ2023年残ってますね。頑張っていきたいと思います。はい、はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。わお、また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you, マハロー。 Thank you, マハロー。